チリ海軍の紋章。なお軍艦機はチリ国旗と共通である。チリ海軍はチリの海軍。2009年時点の現役兵は約2万2000人で、その9割が職業軍人である。フリゲート8隻、潜水艦4隻、ミサイル艇7隻などのほか海軍航空隊50機と海兵隊を持つ。チリの海上軍事力は、 スペインからの独立戦争中に組織された。正式な軍隊として海軍が創設されたのは、チリが独立を宣言した1818 18年のことで、ある。独立戦争中、チリ海軍は、数度の海戦に勝利し、スペインからの路角艦によってその初期戦力を、整備していった。1879年のイキケの海戦。1830年代後半の、 ペルー・ボリビア連合との連合戦争では、1839年1月12日のカスマの海戦で、ペルー・ボリビア連合艦隊を撃破して、政界権を確保し、チリの勝利に貢献した。1864年に起きたスペインとの新茶諸島戦争では、1865年11月26日のパプードの海戦で、スペイン砲艦を逮捕する勝利を収めた。 1879年に勃発した南米の太平洋戦争はチリ海軍にとって史上最大の戦いとなった。この戦争では政海圏が重要な戦略的意義を有し海軍の役割は重大だった。チリ艦隊は二隻の装甲艦を主力にイきケの海戦やアンガモスの海戦などでペルー艦隊と激しく戦い最終的に ペルー艦隊を全滅させて、政界権を、チリのものとした。イキケの海戦で戦死したアルトゥーロプラット中佐は、チリ海軍最大の英雄とされ、イキケ海戦の発生した5月21日は、海軍記念日に指定されて、イキケ海戦記念日と呼ばれている。また、アンガーモスの海戦で露革した、装甲艦、ワスカルは、記念艦として、 現在も保存されている。世界で初めて魚雷攻撃を成功させた駆逐艦・リンチ。1891年のチリ内戦では、海軍の大部分は議会派に組みし、ホセマヌエル・バルマセーダ大統領を自殺へと追い込んだ。なお、内戦中の1891年4月23日に、大統領派の駆逐艦・リンチと、コンデルが、 議会派のアルミランテ国連急走交換、ブランコ・エンカラダを来撃して撃沈したのは、世界初の魚雷による実戦での軍艦撃沈例で、ある。その後、チリが、ブラジル及び、アルゼンチンと並んで、南米の地域大国となる中、3カ国間で、県艦競争が繰り広げられた。チリ海軍は1911年にはちょうど9戦艦2隻を、イギリスに発注したが、 第一次世界大戦の勃発でイギリスに購入された。大戦終結後にうち一隻がチリ海軍の手に戻りアルミランテラトーレとして収益した。第二次世界大戦後にはアメリカからブルックリン休憩授洋館を購入したりしている。ただし第一次世界大戦、第二次世界大戦ともチリは大半を中立国として過ごしたため20世紀を通じて チリ海軍が本格的な実戦を経験することはなかった。チリ海軍特殊部隊。チリ海兵隊の榴弾砲。人員は600名、人員は3500名。太平洋方面の海軍基地は、北から順に、イキケ、イースター島、バルパライソ、タルカウアーのプエルトモントである。マゼラン海峡に面した、プンターレーナス、ビーグル海峡に面したプエルトウィリアムズにも、 海軍基地がある。さらに、チリが、領有権主張をしている南極のグリニージ島、アルトゥーロプラット観測基地は、チリ海軍の管理下にある。2011年6月現在、ジェーンズ・ファイティング・シップス2011から2012より、過去に収益した艦艇については、チリ海軍艦艇一覧を参照。スコルペヌ型潜水艦、オイギンス・フリゲート艦軍。 左から22型、ウィリアムズ、23型の一隻、L 型、ラトーレ、カピタン、プラットサール4型ミサイル艇、カズマ P-3 アベー軍艦に着艦する、シュペール・クーガー。2011年6月現在、ジェーンズ・ファイティング・シップス2011から2012より、ありがとうございます。